住友財閥は、日本の三大財閥の一つ。世界財閥家系の中でも最も古い歴史を持つ、住友家だが、住友家の先祖は、平家一門と言われ、関武天皇の総尊、高持王の二十二代目に、備中守忠重が現れ、住友姓を称し、室町将軍に仕えたとされている。いわば、この武家である、住友忠重が、 始祖ということになるのだが、住友家には、過祖と豪祖と二つの創業者が存在する。過祖と言われるのは、正しげから数えて八世にあたる住友声優で、この人が武士から僧侶となり、その後現属して、京都で書籍と薬をあを商う、藤屋を開き、昇華、住友家を起こした。豪祖と言われるのは、聖遊の姉婿にあたる蘇我里恵門で、この人は、南蛮武器と言われる、 同性連の技術を開発し、天正18年京都に、同記祉を設けた。後にこの同記祉が、住友家の家業となったので、リエモンを行祖とあがめた。声優には、和尾和目があり、和尾、オ、生意は、父の商売、藤谷を継ぎ、和目は、声優の姉婿にあたるリエモンの長男、リヘも織友を養子に迎え、ここで、カ祖と行祖が結合する。しかも、 リエモンの妻は、声優の姉であるという密接な関係だったが、この代で、さらに両家の地が結合したことから、住友二代目は優位が継いだ。以後、住友家は代々、千億の称号で、同銀賞を営むことになる。なお、現在の三井住友銀行事務センターは、住友同福書跡に建てられている。住友二代目優位は、千剣の民があり、商売を大きくするには、 京都では、狭すぎると、寛永元年に商業の中心になりつつあった大阪へ出張所を出し、寛永七年には本式に大阪淡路町一丁目に移った。ちょうど、江戸時代に入る頃で、銅は当時一大輸出品であり、住友の銅製電業は大いに栄えた。これが、住友財閥の起源である。そして、銅貿易に関与するようになり、その関係から、糸、単物、 砂糖、薬種等の輸入品を大阪、京都方面で売りさばくなど商業にも手を伸ばした。そして得た利益で両外商を開業するようになった。住友二代目の後を継いだ優位の伊豆を、友信は、住友吉左衛門と名乗り、秋田の兄銅山、備中の吉岡銅山などの経営に乗り出し、幕府御用の銅山師となって、日本一の銅工業者へと発展させる。 一方で優位の抜止の友店は前述のお両外省を大阪と江戸で開始している。これが漢文2年の頃で、住友家は江戸時代前期において工業と金融業を握るコンェルンを確立し、慶応初期には住友は日本の四大資産家の一つに挙げられていた。ちなみに三井家が江戸に進出し、越後屋五福店を開いたのは遠方元年で、 住友家より10年遅れてのことである。幕府御用達となった、友信以来、住友屋当主は、代々吉左衛門を名乗ることになるが、何と言っても、住友財閥の大躍進の元となったのは、二代目、吉左衛門友義が元六四年に開発した、愛媛県の別市道山によってである。この別市道山は昭和48年に閉山されるまで28、282年間にわたり、 銅を算出し続け、総算出量は同時金として75万トンに及び、住友のドル箱となった。その功績を称えた住友家では、この友吉を中高の祖としている。優位、友信、友吉の三代を通じて、江戸期の住友家は交流期を迎えるが、やがて明治維新を迎えるとき、一大危機に遭遇する。幕府のすべての決定と特権を廃止した。 新政府の法令によって、土地所有権と有用鉱物の採掘権は切り離された。慶応4年に1月の薩摩藩による大阪うなぎ谷の銅像閉鎖、同年2月の土佐藩による別種銅山の差し押さえの異常事態となり住友は鉱山及び銅像に対する統制力を失った。銅山は幕府の財産であったために、銅像の莫大な銅備地区は差し押さえられた。 その対応を一歩誤れば、住友の経営は行き詰まることが必死であった。住友家の番頭、広瀬再平がその難局を乗り切り、住友の大阪本店における経営の実験は老文高原玄米、支配人、今沢右平から、広瀬の手に移り、広瀬は、翌年の明治2年に1月、所持更新の方針を打ち出した。広瀬の、こうした企業者活動の基調には、一つは、 家業経営の再建や、その近代化を意図するところがあったが、それと同時に、国益志向性の強い経営理念が見られた。広瀬は、別紙銅山の関連事業を中心として、経営の多角化を進めた。神戸における道売りさばき出張所、大阪と三島町での並み合わせ業の開始、別紙銅山の販売確保のため大阪東や新田、御木島神殿の経営、京都、 滋賀での製紙工場の設立、大阪製造の設立、関西貿易社の創設、大阪商船の設立、神戸での再生茶業の開始、福岡県の商事炭鉱、忠熊炭鉱の買収などが相次いで実施された。こうした、多角じ的事業経営を支えたのは、言うまでもなく、別紙銅山の経営であった。明治15年1月、住友家では、伝統的家業経営から、 近代企業経営へと大きく転換していく中で、当時、住友や総理人であった、広瀬斎平は、第十二代課長獣、洋々親の命を受けて、住友家法を制定した。これは、本店住人局の田辺定吉を中心として、編集事業が進められていたもので、全編19巻196課条からなる詳細な規定となっていた。この家法では、 住友の伝統精神が明示されるとともに、明治維新の大きな転換期に対処するための組織や方法が具体的に記載されている。1891年10月、それまでの家法は住友家兼と住友家法とに分けられ、家兼では家長の職責が規定され、また家法においては事業運営の方法が法制化された。これによって三井の万頭政治、 三菱の独裁政治に対して、住友の放置主義という特色が出来上がった。また、営業用紙として、下法の冒頭に二つの条文に分けて掲げられている。大阪市中央区北浜、旧住友本社設計、長谷部武子市建築事務所明治以降の住友の経営は、広瀬をはじめとする大番頭に任され、以後、伊庭帝豪、鈴木正也といった名僧理事に恵まれ、銀行、 倉庫、保険など多方面に進出した。その一方で、住友野投手は、持ち株会社、住友法師、住友本社の代表となり、君臨すれども統治せずといった経営分離の方式を貫き、次第に経営の中心からは身を引いて、財閥統合のための象徴的存在へと変わっていった。終戦時に住友本社が投資していた会社は120社に及び、 これらの会社の交渉資本金総額は100億円に上る規模であった。もっとも、住友本社の持ち株比率が10%を超えるものに限定すれば、内外地合わせ29社であった。しかし、住友財閥の最大の特色は、第一に重化学工業を中心であったこと、第二に商業部門を持たないことにあった。資本投下が、金属工業、機械工業、化学工業、 工業などに集中しており、繊維工業や商業部門への投資は皆無であった。住友本社の重化学工業部門の払い込み資本金比率は87%に及び、圧倒的重化学工業財閥の実勢力を示していた。そして重工業財閥として直系の生産会社は全て軍需会社の指定を受けていたのである。住友にとって廃線は 幕末維新期以来の危機であった。軍事工場として膨張しきっていた上に、主力工場は空襲で壊滅的打撃を受け、しかも荒廃と混乱の中で民主転換は容易に望めなかったからである。1945年8月、住友では日本の敗戦が決定的になると、本社事務所の疎開先である京都木の傘の別邸に本社の課長以上のものを集め、 戦後対策の検討を始めた。そこでの中心議題は、戦後復興、事業転換方策、人材離散を防ぐ方策などであった。9月になって、これらの問題や、財閥解体などに対処するために次のご原則を定めた。ついで、9月10日と9月11日の2日にわたって、各社幹部50名を交えて、事業転換方策懇談会を開いた。本社側から、 戦後の一般情勢と本社解体の方針について説明各社から復興のための方策と事業転換について報告がなされ本社企画課が準備した新規事業計画案には商事、生演、水産、セメント、出版などの事業が上がったが商事会社設立のほかに種々の難点があったこのようにして住友では商事会社の設立 価格工業の肥料生産への転嫁、金属工業の車両工業への転嫁などの準備が進められた。ちなみに、住友金属の場合は、全国18工場の内大阪の車両工場と、天ヶ崎のパイプ工場だけを残して、16工場を閉鎖10万人の従業員を5000人に減らすという徹底した合理化を伴うものであった。これは、春日ガヒ人頭指揮のもとによる、 ヒューガ法則の住金再建案として知られており、実際にその通りに断行された。10月初旬以来、住友と GHQ 及び中央所管庁との接触が頻繁となり、10月5日、常務理事、北沢慶次郎と幹事、大島健三が GHQ に出頭して、経済科学局長レーモンドシー・クレーマーに会い、住友本社が単位なる持ち株会社でなく、 現業部門を持つこと、住友屋当主は日常の仕事に関与せず、総理事が実権を掌握していること、住友家は政治に関係していなかったことなどを説明、当時先般の噂のあった当主の立場を釈明した。10月18日、クレーマーは自ら大阪に来て、住友本社で総理事、古田俊之助と会談した。この席上クレーマーの質問は、当主、 住友基地財門の事業責任にも及んだが、古田は完全と無関係無責任であると答えた。そして翌10月19日、住友本社理事会は、自発的解体、すなわち本社の解体と参加企業に対する統括の廃止を決定し、課長の決裁を得た。住友が、三井や三菱と比べて、解体に順応的にあった理由としては、幹事の大島健三が、大内表へ、 田村美ミ作の両者とともに GHQ の非公式顧問であって情報が得やすかったことのほかに安田財閥の自発的解体が後押しとなった。こうして住友では早くも10月24日に本社連携会社の全主管者を招集して次のように内示した。このようにして11月4日に日本政府から持ち株会社の解体に関する覚書が提示され、 これを承認する形で総司令部からこの件に関する覚書が発せられた。これによって持ち株会社整理委員会を通じて財閥解体を実施するという具体的な方向が決定した。しかし同委員会の発足が遅れたので住友では法律上の解散に先立って事実上の解散を行うことを決め、1946年1月21日の 臨時株主総会で役員の更迭を行い、解体処理にあたる役員だけを残して、古田総理事以下主要役員は一斉に辞任した。ここに、住友本社の参加企業に対する統括は、完全に消滅し住友の歴史は一応ここで断絶することになった。財閥解体後の1949年、住友各社の協力関係を維持するため、 住友直系12社の社長によって構成される白水会が設立された。結成当初、白水会は秘密会であったが、1950年代前半にはその存在を明らかにする。結束の住友と言われるように、住友グループは戦後の混乱期に三井、三菱の他財閥に先駆けいち早く社長会による集団指導体制を確立し、 連帯意識の統一に成功した。現在は、グループの中核、住友銀行が、三井グループの中核銀行と合併して三井、住友銀行が誕生したことに伴い、金融面では三井住友フィナンシャルグループが誕生した業種でも、住友系と三井系の企業の合併や、業務提携が相次いだ。もっとも、旧住友財閥系の企業からなる。 住友グループ全体の売上高は約60兆円に達し、これは日本の GDP の約10%を占める規模である。また、住友不動産は住友家の不動産資産を譲り受けてスタートしたことから住友の本流を受け継いでおり、旧住友本社の資産を住友商事が引き継いでいる。上記でも説明の通り、住友財閥は組織の三菱、 人の密意に対して結束の住友と呼ばれる。この結束力が如実に世に示されたのが畑産業の破綻時である。この時創業者が社費で購入した美術品は財産処分の一環として放出される予定だった。しかし当時の住友銀行頭取であった磯田一郎がせっかくの美術品が国内外に分散流出するのを惜しみ、 銀行の一存ではこれを阻止することができなかったため、住友グループ各社から寄付を募り、住友の結束力で見事に放出を防いだのであった。http コロンスラッシュスラッシュ w w w 住友 m g r j p スラッシュヒストリースラッシュワードスラッシュ yntex07.html 住友グループ広報委員会。住友家法、営業の用紙。 住友金属鉱山、住友別紙鉱山市、別館渋沢社真データベース、住友病院について、住友病院、www.sumitomo-hp.or.jp2019 年7月15日閲覧、住友別紙病院病院のご案内、sbh.gr.jp2019 年7月15日閲覧、 住友市立職交養成書に関する資料。大阪大学。2019年7月15日閲覧。天が市立天が総保守高等学校学校紹介。遠隔。www.ama-net.ed.jp。2019年7月15日閲覧。ありがとうございます。